絶対値。数学における実数の絶対値。絶対値、または、母数、母数、は、その符号を無視して得られる、皮膚の値を言う。つまり、整数に対して及び負数に対して、この時は正であり、またである。例えばの絶対値はでありの絶対値もである。数の絶対値はその数の例からの距離とみなすことが、できる。実数の絶対値を一般化する概念は、 数学において後半で多様な設定の下で生じてくる。例えば、絶対値は複素数、四元数、順序感、体などに対しても定義することができる。様々な数学的あるいは物理学的な文脈におけるや距離及びノルムなどの概念は絶対値と緊密な関係にある。1806年にが導入した用語はフランス語で測る単位を意味する言葉で、 特に複素数の絶対値を表すためのものであった。それは対応するラテン語のとして1866年に英語にも借用翻訳されている。画本校に言う意味で用いられたのは少なくとも1806年にフランス語で及び1857年に英語で見られる。両側を縦棒でくくる技法はカール・バイアシュトラスが1841年に導入した。 絶対値を表す他の名称には、ニューメリックルバリュー、数値やマグニチュード、大きさなどが挙げられる。プログラム言語や計算機ソフトではの絶対値をのような関数記法で表すことが一般に言われる。縦棒でくくる記法は他の数学的文脈でもいくつも用いられる。例えば、集合を縦棒でくくれば、その集合の濃度を表し、行列に用いれば行列式を表す。 したがって、縦棒が絶対値を表すためのものが判断するには、その引数が絶対値の概念が定義される代数的対象。例えば、実数や複素数や四元数などのノルム多元体か、どうかに注意が払われなればならない。絶対値とよく似て、非なる概念に縦棒記法が使われる例としてのベクトルに対するユークリッドノルム及び上限ノルムなどが挙げられるが、 これらについては二重縦棒と下付き添え字を用いた、記法、それぞれ、及びを用いるのがより一般的で紛れも少ない。実数の絶対値は、実数から符号を取り除いたもの、フォーミュラ1として、あるいは例からの距離、フォーミュラ2として与えられる。実数に対して、これら2つの条件は互いに同値である。基本的な性質として、任意の実数についてなどが成立する。 これは、距離関数が満たす性質と対応する、口実。また、などの性質が成り立つ。実数の絶対値に関しては、絶対値を含む、不等式を扱うのに有用である。例えば、などとできる。実数の絶対値が定める、非不実数値関数は、至る所連続で、お除き至る所微分可能である。また、区間上で単調現象であり、 区間で単調増加である。確実数と、その半数の絶対値は同じ値であるから、絶対値関数は多摩関数であり、それゆえ、逆関数を持たない。この実絶対値関数は、区分線形突関数である。また、べき等である。は、あるいは本質的にヘビサイドの階段関数であり、定義可能な範囲における連続関数であるが、における値を、 どのように定めるとしても、全体で連続な関数へ延長することはできない。また絶対値関数は、任意区間で化成分であり、その原始関数がで与えられることも、右辺を微分することにより、直ちに確かめられる。絶対値の基本性質、皮膚性、非体化性、多摩性、劣化法性は、二数の絶対差を考えることにより、ノルム、絶対値ノルムとして、 距離関数が満たす性質と対応しており、を任意の実数としてと書いても同値である。すなわちと置けばは絶対距離と呼ばれる距離関数になる。任意の順序間に対して、おの下方谷元、和の下法逆元とすれば、実数の場合と全く同じくとして絶対値が定義される。複素数に対して、その絶対値はで与えられる皮膚実数値である。 とすることにより、が実数値を取るときには、実数の絶対値に一致することが確かめられる。複素数,数とその複素協約に対して、フォーミュラ9が成り立つ。また、フォーミュラ10はが引き起こすガウス平面上の一次変換の、母数、モジュラスである。これを、フォーミュラ11と書けば、これは、実数の絶対値を、フォーミュラ12と定める、定義の対応版と見ることができる。 実際、実数を虚部画の複素数と見れば、従ってである。同様のことはより一般のノルム多元体、あるいはさらに一般の合成台数において考えることができる。絶対値の概念を拡張したものとして、ノルムがある。2、または、複素数帯以上のベクトル空間に属するベクトルの、ノルムあるいは大きさまたは、長さは、以下の性質、を満たす。従って、 ノルムは距離を誘導する。上記の実数に対する絶対値、複素数に対する絶対値はどちらもノルムの条件を満たす。絶対値の誘導する距離はノルムの誘導する距離である。リース空間と呼ばれるのベクトルに対しては、で絶対値が定義される。例えば集合上の実数値、あるいはより一般に、全順序群に値を取る関数全体のなす集合は、 に対してと置くことにより、リース空間となり、核に対してはの絶対値を与える。と置けば、絶対値はと書ける。有理数体上の P、進む絶対値など、体の縁も絶対値の一般化である。縁には、下方縁と情報縁があり、情報縁、特に指数縁のことをしばしば絶対値あるいは、モジュラスと呼称する。縁体はその縁の定める。 距離層に関して位相対応なす。複素数体の部分体がアルキメデス的な情報縁を持つならば、それは本校で述べたような通常の絶対値に同値の差を除いて一致する。大数体上のアルキメデス的な情報縁フォーミュラ13は、絵の埋め込みをうまく取れば、フォーミュラ14、ここでフォーミュラ15は通常の絶対値と同値となる。一方、 大数体上のヒアルキメデス的な情報縁は、有理数体上の P 信縁に同値の差を除いて一致する。大数体上の情報縁の同値類のうち、有理数体上で、通常の絶対値あるいは正規 P 信縁一致するものを標準的な絶対値という。V が大数体、K 上の標準的な絶対値であるとき、この絶対値による K の完備化をフォーミュラ16と表す。 また、この絶対値を有利数体上に制限したものによる有利数体の完備化をフォーミュラ17と表す。この時フォーミュラ16はフォーミュラ17の拡大体となっており、その拡大次数フォーミュラ20を V の局所次数と呼ぶ。この時、お正規化された絶対値という V がアルキメデス的な絶対値であれば、K の埋め込み、シグマをうまく取り、と表せる。 また、この時シグマが未埋め込みならば、フォーミュラ23で、複素埋め込みならば、フォーミュラ24が成り立つ。V が、ヒアルキメデス的な絶対値で、V の有利数体への制限が、P 進む付け値に一致しているとき、P の上にある、形状の元いである π をうまく取れば、フォーミュラ25は、正規 π 進む付け値に一致する。すなわちが成り立つ、この正規化された。 絶対値フォーミュラ25フォーミュラ28と書いている文献も存在する。部位がべての標準的な絶対値を走るとき、積光式が成り立つ。日歩きメデス的な情報縁は一回の過法的な縁と対応が取れ、これらはしばしば同一のものとして扱われる。過法的縁体あるいは順序体においてその縁間は、その体における性の数全体の集合を、 本質的に特徴づけるものである。有限体において標準的な縁、モジュラスは進む絶対値のべきである。これを適当なハール速度による立方体の体積と理解することもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。